災害時の被害を減らすため、KBC は今日、佐賀県上峰町と防災協定を締結しました。協定締結で、宮城郡上峰町と KBC は連携し、放送を通じて速やかに避難情報を住民に伝えるなど、減災への取り組みを進めます。テレビ、ラジオ等放送ネットワークを活用した災害対応が、より一層ですね、できるようになっていくと。重要なインフラ、防災上のインフラとなるようにですね、していきたいなと思いますし。上峰町は佐賀平野に位置し、町内の川やクリークは近年の豪雨で内水氾濫するなど、農作物の被害や町民の生活に不安を与えています。 KBC はテレビとラジオの放送エリアでの災害に備え、福岡県全60市町村をはじめ各自治体と防災協定を結んでいて、佐賀県の自治体では4例目となります。